白星となったエゾオオカミの捕獲場所。札幌市白石区エゾオオカミは北海道に分布していた大陸オオカミの亜種前日通り、かつては北海道に分布していたが、本州の日本オオカミと同様に明治時代から減少し、現在では絶滅したとされる。その他、カラフトやチシマ列島にも生息していたと言われる。 東道町120から129センチメートル、お長27から40センチメートル。体毛は黄色っぽく、尾の先端は黒色。両前足には黒縁がある。糞は細長い。ミトコンドリア DNA 分析では、塩基配列がカナダ有根川流域に生息する狼のものと一致している。群れを形成し、主にエゾシカを獲物としていたほか、 海岸に打ち上げられたクジラの死体やニシンも食べていた。札幌の北海道大学総合博物館に展示されているエゾオオ,オカミの剥製古来からアイヌの人々とは共存しており、狩りする神、吠える神、鹿を取る神と呼ばれ、あがめられていた。また、イオマンテの対象とされることもあった。明治に入り北海道の開拓により、獲物のエゾ鹿が減少し、 エゾオオカミは代わりに放牧された馬を襲うようになったため、1877年に開拓死によって、賞金がかけられ駆除が始まった。ニーカップ牧場においても、オオカミによる馬への被害がひどかったためエドウィンダンの提案により、1879年の夏から秋にかけて、ストリキニーヌを用いた毒餌により駆除が実施された。また、1879年には大雪により、 エゾシカ大量死が起こり、さらにエゾオオカミは追い詰められていった。奨励策が廃止された1888年までの間に1539頭が駆除された。その後、1896年に函館の毛皮賞によってエゾオオカミの毛皮数枚が扱われたという記録を最後に確認例がない。絶滅の原因については前述の理由以外にも 複合要因と推測され、その一つに狂犬病やジステンパーが挙げられているが、今となっては科学的な原因解明をした報告はない。南部千島列島においても狼の生存は確認されていない。千島列島においては2004年のロシアの報告において千島列島には狼はおそらく確実にいないと思われると記述してあり、またカラフトからも絶滅したとされる。 エゾオオカミが絶滅した後、北海道ではエゾシカの増加による農業被害が多発する背景もあり、生態系の面からオオカミを再導入しようとする動きもある。ありがとうございます。